はい、皆さんおはようございます。今回の動画はですね、久々にドライブをしに行こうかなと思うんですけれども、今いる場所はですね、見えてますかね、あそこにちょっと看板あるんですけど、尼御前岬ですね、に来ております。まあ、サービスエリアのあるところで、まあ、前も動画上げたんですけど、下道から、下り線ですね、のサービスエリアに、まあ、こう入れる場所で、で、かつ、こう、岬があって、こう、なかなか景観のいいスポットあるんですけど、今回はですね、こっから、まあ、少し南の方に行きまして、笠野岬っていう岬あるんで、そこに、まあ、ドライブ行って、ちょっとブラッと散歩して、んで、あとはちょっと写真をね、また撮って帰ろうかな、という流れで行こうと思います。ということで、早速、行こうと思います。さあ行きましょう。今ナビ大体でセットしたら 2.5 キロって書いてあるんで、まあ結構すぐなんじゃないですかね。久々だな。でもここ左手が尼御前のサービスエリアですね。およそ1キロ先、右方向です。前回になりますかね。前回、Z50 で滝を取りに行くっていうのをちょっとやったんですけど、前々回ぐらいかな。で、まあ、あの時もちょっと話したんですけど、まあ、カメラに興味のない方にはちょっと申し訳ないんですけど、まあ、あの時の動画で、ND フィルターね、ちょっと手持ちの ND フィルターが心もとないなってことで、もうちょっと濃いやつね、買いました。で、ND1000 っていうやつ、まあ、結構濃いめなんですけど、だいぶ濃いんですけど、それと、CPL フィルターっつってね、あの変更フィルターも一緒にセットになってたやつが安かったんで、一緒に買いました。はい、それをちょっと今回試せればなと思ったんですけどね。まもなく右方向です。ああ、もう笠野岬って書いてあるね。700m で斜め右方向です。右方向です。太陽が出ていれば、ちょっとね、新しく買ったフィルターも試してたかもしれないんですけど、雲があるんでね。あ、見えてるね、あそこ岬だね。はずなんだけど、じゃないね。合ってる？ああ、あったあった。笠野岬。いいか、ここだよ。看板ありますね。あ、ここが駐車場なのか。オッケー、到着ですね。近い。シフトレバーがリバースに入りました。尼御前がすぐだね。まあ、ついでに来てもいいかもね、ここね。さあ、到着しました。笠野岬ですね。笠野岬の森って書いてあるね。
休憩所みたいですね。国定公園加賀海岸、ここも国定公園なのね。どんぐらいだろう、歩いて5分ぐらいなのかな。あ、書いてあるね。岬先端まで徒歩4分。蜘蛛の巣張ってんな。普通に森の中の道だね。山道って感じだねこれ。笠野岬右。てかさ、あれだね、久々にモザイアクロス2を持って歩いてるんですけど、久しぶりに持つと重たいねこれ。なまってるわ。ちなみに今時刻は何時だろう、8時半ぐらいなのかな、9時前ぐらいだったと思います。なんで朝方なんで非常に気持ちいいですね。砂利、砂利、別にあれだね、途中の森はなんか特段見どころ的なものもあんまないね。医者な。潔ですね。お、ここの景色も素晴らしいんじゃないの。こっから下にさらに降りれるのか、先端行くのにね、行くのにね。ん、先端がどっちなんだろう。あー、でもあそこにある矢印だと下の方に行くんだね。ってことはちょっと先灯台見よう。笠岬灯台、灯台は笠岬なんだね。灯台挟んでぐるっと。今日はでもあれだな、さっきも言ったピーカンって感じではないんで、ちょっとあれだな、今回買った ND1000 の ND フィルターはちょっと出番ないなこれ。よいしょ。うわ、階段で降りてくのか。よいしょ。で、岬先端が右か。で、自然歩道。結構なんか長い距離歩くこう遊歩道みたいなのがあるらしいですね。ってことで、あー、あそこが岬の先端か。あそこね、あそこだね、先端。よし、こう、うわ、蜂がいるな。長袖着なきゃダメかな。まあでも
綺麗に整備はされてるね。うん、歩きやすいのは歩きやすいです。ああ、潮の匂い、久々に嗅いだな。ああ、海っていう匂いだね。ああ、そこの海岸が綺麗かも。ここね、これ綺麗だね。相変わらずこの下、崖の左側にある白いのは多分流れ着いたゴミだと思うんですけど、あれがやっぱ台無しにしてるな。お、開けた。開きました。看板は目地って何もないです。おー、素晴らしいね。今カメラ下向きになってますけど、うん、もうちょっと雲が少ないとよかったね。あー、ここもいい景色だわ。よいしょ。なんかこの下大丈夫なのかな。よいしょ。足元はちょっと悪いな。え？これは足元悪いな。確かに。よっ、これ滑るわ。滑るわ。ちょっと気をつけた方がいいね。本当はなんか降りる足場みたいなのあったのかな、これ。でもそんな感じでもないよね。なんかこの岩肌がおかしみに見えてきたな。なんかこういうクッキーあったよね。おお、綺麗だね。綺麗ですね。ん？ちょっと下もなんかいけんのこれ。あ、なんか先行けそうだね。怖いからやめとくか。あー、ここもすごいな、この下ね。ん？どこまで行けんの？よいしょ。ここは綺麗だね。下行ってみようか。どうなってる？どうなってる？ああ、そんでここ行ってこう行って向こうに歩いていけるってことね。はい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 、なるほど。でもあれだね、遠目の景色よりもなんかすぐ近場のこの絶壁から海岸線に至る部分をなんか楽しむって感じだね。いやー、いい景色だわ。で、こっちが灯台ね。はい、ここあれだな、でもなんかベンチみたいな座る場所があればちょっとしばらく座ってたいところだね。さあ、今回の動画はですね、雨御前岬から、こちら笠の岬まで来るという動画でございました。いやー、いい景色だね。
いい景色です。まあ、さっきも言いましたけど天郷前岬からはもうすぐなんで、まあ、車でも、まあ、数分やったんで、まあ、なんなら歩いて来てもそんなもんかもしれないですけどね。まあ、歩くのはちょっと遠いか。まあ天郷前の方にね、そうだな、サービスエリアで車止めてってなると歩きしかないもんね。まあ、でも歩いてでも来れない距離ではないんで、まあ、もし興味あればね、来られてみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画はこの辺で終了したいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。